はようございます。釣り子 TV です。いよいよ登場しちゃいましたね、これ。マイクロダッチっていうことで、レイドジャパンのね、超最新ルアー、なんとか一つ買うことができましたよ。ね、ダッチっていうともうあの大人気の跳ね物ですよね。デカダッチ、ダッチとあって、で、プラグなんですよね。なので、まあ、マイクロダッチ、まあ、小さなダッチも当然、まあ、小型跳ね物プラグとして登場するのかと思いきや、こんな感じで、ね、何やら柔らかそうだぞっていうね、こういうことになっちゃってるんですよね。裏側ね、こんな感じで説明がみっしり書かれておりますが、まずね、こういうパッケージなんだなっていうところですよね。あ、3つ入り、うん、そしてまあこれね、ポケットなんかにも忍ばせやすいようなこういった、ね、ここで切り取ってそれで持っていくなんていうのがやりやすいね、そういった仕様のレイドジャパンでね、採用されているパッケージですよね。いやー、これね、はい、改めてね、表面のパッケージを見るとこういう感じでマイクロダッチって書いてあって、推奨フックが、流儀のインフィニの20番ね、もしくは流儀のダブルエッジの20番、20番フックが、ぴったり使いやすいよっていうね、こういう仕様というそんな、シールが貼ってあって、じゃあ早速開けてみてね、どんな感じか見ていきたいと思います。じゃあ内側からベリベリベリっと、ね、あー、なんかもったいない気がするけど、ベリベリベリ、はい、一つ出してみました。マイクロダッチ、こう手で持っても分かりますかね、このプルプル感っていうかね、ほんとね、柔らかいボディですね。で、お腹側にはこういった感じのスリットが入っていて、で正面から見ると、こんな感じですね。で背面から見るとこんな感じね。ここのこのね、毛もねちょっと気になりますね。はい、いろんなカラーがね出ているようですが、この視認性の良さそうなピンクバッグね、遠目にあっても見やすいかなと思ってね、このカラーを、買ってみましたよ。で、小さいながらね、こうしっかりと目がついていて、この不敵な表情ね、いやー、こういう感じなんだな。で、ね、伝わりますかね、ここの羽の部分は結構硬いね、張りのある感じで、あ、よく見るとここにもねロゴが入ってますね、こんな感じでね。ボディはね結構ムチムチ柔らかって感じで、羽固めね、でこのね羽が取り外して、ちょっとしたこうペンシルベイト小型のね、みたいな使い方もできるようなんていうふうにアナウンスされておりましたが、でこの、ダッチに合う針がこれね買ってきましたね、流儀のこのインフィニの20番ね、これキーポン買ってきましたけども、このね20番フックがちょうどいいよっていうことでね、まあちょっと1個出してみますかね。インフィニで合わせてみるとおよそね、こういう感じのね、ボディのなんだろう、ここら辺から抜き出てくるよっていうね、こういうセッティングですね。でこの背中のちょうどこのくぼみみたいなところに針先が出てきてっていう感じですかね。じゃあ早速ね1個ねセッティングしてますかね。この推奨フックのインフィニ出してルリンパって刺す位置をよく見つぶしておいて、ズバッと見ると、あね、推奨フックでこうセッティングするとこういう感じでちょうどこの背中のねえぐれというか、このほんのちょっとのくぼみに針先が
隠れるね、水上フックインフィニの20番で組んでみております。こんな状態ですね。まあ、この感じにより、これをだから例えばオーバーハングの奥とかに寝がからずに投げ込むことができるよ。でそこからこういった小型のセミのようなシルエットでパタ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 とね、引っかからずに頼りなさげに出てくるところにバコーンとね食いつくっていうね、こういうコンセプトのルアーなんですね。なかなかダッチとかね羽物とかだとこのトリプルフックがついていたりしますからね、ちょっと奥に入れるにはなんというか、まあ、キャストのテクニックとかが必要。そんな時にあマイクロダッチであればということで、これを送り込んでね、それでもって、魚に近づくことができるっていうね、こういうルアーということですね。いやでなんかこれ針刺してる時に感じたんですけど、口のところがねちょっとだけこうカップ形状になっているんで、でこの羽の形状も相まって本当移動距離をね抑えて一点でもじ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 と、魚を誘い出してくることが可能なんではないかなという、そんな感じの説明もこの後ろに書いてあるのかもしれないので、ちょっとね、見てみていきますね。マイクロダッチは、小型ボディながらこれまで投げ込むことができなかったカバーに対しても、積極果敢に打ち込んでいけるソフトボディで武装した超攻撃的なダッチ、高浮力エラストマーボディによって20番クラスのオフセットフックがセットでき、カバーの奥にも積極的に打ち込んでいくことができます。絶妙な高度、形状角度でボディにセットした高質エラストマー製ウィングによってただ巻きだけでアグレッシブに水面をかき回しながら滑走します。またラインスラックを揺するように優しくシェイクすればじっくりと魚をじらして誘うことも可能。ウィングの抵抗によって移動距離を抑えてその場で繊細な波紋を出し続け、クレバーな魚をバイトに持ち込みますということで、この羽のところも生き生きアクションを生む、高質エラストマウィングね。でこの背中のところですね、針先がボディを拾いにくい、背面すり鉢型スリットで、生めかしく動くティンセルテール、小型でも浮力加工、針先が露出しやすい高浮力、軟質エラストマボディね。でボディが潰れやすい、腹側のワイドスリットで、このお腹側にはワイドスリットね、はい。で、鼻先の裂けを防ぐガイドホールね、あ、ここにねガイドホールね準備してくれてるんですね。マイクロダッチ本来の性能を引き出すため PE ラインショックリーダーでの、使用をお勧めします。PE ラインを直結すると衝撃を吸収するパートが失われるため力が、針に一極集中し針が伸びる可能性があります。また、PE ラインはしなやかで腰がないため PE 直結でカバーに投げ込んだ場合にカバーにまとわりつきやすく、操作性が著しく低下する、上カバーに複雑に、絡んでしまいます。フィールドの保全のためにも PE ラインの直結は避けて必ずリーダーを組むようにしてくださいということで、マイクロダッチのウィングは、脱着式にしています。激しいファイトで魚を釣り上げた後や根掛かりから回収した後はウィング設置角度がずれて適切なアクションが出なくなる場合がございます。その際は最適なアクションが出るように、ウィングの角度を調整してください。なおご使用前にウィングとボディの隙間に瞬間接着剤を染み込まして固定していただきますとウィングのズレを抑えることができます。で最後にエラストマーは素材特性上変形しやすく塩ビ製の一般的なソフトベイトと一定間接触すると侵される特性があります。保管の際は変形や溶解を避けるため他のソフトベイトや樹脂などに接触しないようにしてください。パッケージのブリスターに入れて、保管していただくことを推奨しますということで、これね、後ろにカラーも書いてありますね。ピンクトリックというカラーです。ね。ということで、こっちも、ちょっと硬い素材のエラストマー、ね。で、こっちは柔らかい素材のエラストマー。これをうまいこと融合することによって、このね、独特な、ね、感じになってるんですね。はい。で、そっか、ここ瞬間接着剤をちょっとこの
穴のところとかに入れることによってこれの脱落防止とかになるね。エラストマー素材なんで本当何匹釣っても何匹釣っても多分丈夫に使えるんであろうなっていうところではありますけども、ここはまずね、そっか、じゃあちょっと接着剤買ってこようって感じで、今ね手元に接着剤がないので、使う前にはね接着して使おうかななんていう風に思います。であとね、自分で釣りしてても感じてはいたんですけども、リーダーをつけた方がいいってことですね。PE ラインにフロロカーボンとかね、トップウォーターなんでねナイロンとかの方がいいのかな。まあ、PE ラインにリーダーをつけることによってこの大切なマイクロダッチがよりね、なくなりづらい、そんなコンディションで、使うことができるよっていうことみたいなので、そこら辺もね、気にしながら、準備を進めたいと思うんですけども、出しどころとしてもまさに今ですよね。もう今日もね、今ね外でもセミがミン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 ね、すごい音で鳴いているんですけども、この今の時期に、であとオーバーハングの奥の奥ね、やっぱりね涼しい、時期よりこういうね夏の暑い時期、涼しいシェードの奥の奥にいる、ブラックバスにこれをスキッピングとかでね送り届けて、それでもって、もごもごをさして水面で食わせる、ね、小型ながらね超攻撃的ダッチですっていう風に書いてあったんで、まあ得てしてね、そういうところにいるねブラックバスってね、本当一等地にいるバスはね大きいサイズが多いので、そういうのをね夏の、きつい時間にね、なんとか絞り出すっていうかね、食わしちゃうね。そういった意味ではもうね超攻撃的、確かにダッチなのかなということで、非常に、使ってみるのが楽しみなんですけども、こんな感じでね、まあ、雑誌とかではね、姿形は、見れていたんですけど、実際に手にしてみると思いのほかね、小型で、それでもってなんだろう、この羽の感じとかね、結構作り込まれてるななんていうのが、ひしひしと、ね、感じ取れる、そんな、マイクロダッチになっております。まあね、ちょっとね動きなんかもね早速見たいんですけども、なんとかね近日中にね釣りに行く予定を作って、それでね、ちょっとオーバーハングの方に、まあ、スピニングタックルになるかな、スキッピングしてね、狙っていきたいと思います。まあ、ちょっとね、まず重さの方もね、測っておきたいと思いますね。じゃあ重さの方も測っていきます。7g、 これはね、あの水晶の20番のフックをつけた状態で 7g、 これだったら結構ベイトフィネスのタックルなんかでもね、投げれちゃうんじゃないかなっていう、そういう重さですよね。針をつけた状態で 6.9 から 7g ほどということですね。はい、というわけでね、いよいよ、この夏のね絶好の時期に登場したこちらマイクロダッチ、これを使ってね、夏のややこしいところにいるねややこしいバスを水面で誘い出してみたいと思います。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、2021年、ね、一番話題のルアーといっても過言ではないんじゃないですかね、レイドジャパンから新しく登場の、マイクロダッチ、これを開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。